上白井さん、改めまして今日はようこそお越しいただきました。一言まずご挨拶をお願いします。はい、Buenas tardes y bienvenidos、こんにちは、そしてようこそ、上白石萌音です。本日はどうぞよろしくお願いします。私はメキシコで暮らしたこともあるので、どこか懐かしさも感じながら、堪能させていただきました。やっぱり最初に思い出すのはピラミッドなんです、テオティワカンというメキシコシティの中にある、住んでいたところからも車で少し行けば着くような場所にもう大きな遺跡があって、今回もフォーカスされている遺跡なんですが、そこに何度も父に連れられて行って、当時はまだピラミッドに登ることができたので汗をかきながら頂上まで登ったりとか、あとはその大きさに驚いたりとか、幼いながらに心をいっぱい動かしながら歴史に触れたことをとても思い出します。その他にもメキシコの北の方の遺跡に連れて行ってもらったりとか、でその度に私は父が社会科の教師なので歴史のこともいろいろ教えてもらったりしていて、なのでこうなんか久々に会えたみたいな感覚もありましたね。今日はもう長年の念願があるんですが、両親と妹と4人でメキシコに里帰りをしたいです。なので長期の休みが欲しいですせっかく行くなら家族みんなで行って、はい、長めに滞在したいのでいろんなところにお願いをしようかなとお祈りをしようかなと思いますちょっとあるものを憑依させなきゃいけないところがあったんですよ、台本の中で。はい、それは、あるものを憑依させて読む瞬間があったんですけど、はい、あるものとは言えないです別に言ってもいいんですかね。一瞬だけ赤の女王に乗っ取られる場面がございます。あ、そうなんですか。はい、そこは難しかったですが頑張りました聞いてくださいそこはもう必須で聞いてほしいってことですね。はい、ふわっとした気持ちになる作品は結構たくさんあって、どれも表情がとっても愛らしいんですよ。出土品に描かれている生き物とか人とかのなんか表情とか体勢とかがすごく絶妙で、なんかシュールだったりしてそういうところにメキシコの愛嬌をとても感じるなという瞬間がたくさんありました。あとはこんなに小さい装飾品からこれくらい大きい像まで、もうとっても丁寧に装飾が施されていて、なんか神とか自然への恐れとか祈りの切実さがどれほどのものだったのかっていうのがにじみ出ているような気もしました。でやはり一番圧倒されたのは赤の女王のマスクで、部屋に差し掛かった時はもう何とも言えない気持ちになりました。学芸員さんのお話によると、もうこれを逃したらもう今後見ることができないかもしれないくらい貴重なものだということでしたので、ぜひこの機会を逃さずにその目で見て感じていただきたいと思います。